ここからはジャーナリストの青山和弘さんにお話を伺います。青山さん、おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。まずはこちらです。政治倫理審査会開催も実態解明には程遠く、内閣支持率は過去最低でございます。さあ、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けて、2月29日、3月1日、衆議院の政治倫理審査会開かれまして、安倍派の事務総長経験者4人が出席をいたしました。まあ、いずれも国民の政治不信を招いたことを陳謝した上で、パーティーに関わる会計処理には関与していなかったなどと釈明をいたしました。はい、また今週中にも安倍派の参議院議員ら32人を審査対象に政治倫理審査会が開かれるということなんですけれども、さあ青山さん、もう2月も終わりのお話になって、もうちょっと前の話になりましたけれども、まあ、岸田さんがですね、政倫審、まあ、電撃的にと言いますか、はい、私が出ると、ね、言いまして、はい、まあ、このあたりというのは党内どんなことだったんでしょうかね、改めてですが。政治倫理審査会はこの予算がですね、まあ、衆議院を通過するためのまあ一種の条件として、まあ与野党で話されてたんですね。ただね、私はこの政治倫理審査会が条件になったってことは、自民党にとっては勝利だったと思うんですよ。そうなんですか。つまり政治倫理審査会っていうのはね、所詮弁明と釈明の場なんですよ。偽証罪にも問われないし、強制力もないし、はい、要は本人たちが出たいって出てきて、まあ、結局公開になりましたけれども、まあ、何かそのすごい追及されるというよりは、弁明の機会を与えますっていう場なんで、まあ、これなら全然問題ないだろうって、まあ、自民党も設定して進んできたんですが、結局公開はしたくないというですね、まあ、一部安倍派の幹部がいてですね、まあ、これさえもできなくなりそうだってことで、これだったらまあやっぱ予算が衆議院を通過しませんから、まあ、岸田さんはもうものすごい焦り始めたわけですね。まあ、この頃ものすごい荒れてたんですよ、周辺にも。あ、そうですか。もうこのままじゃダメだみたいになっちゃって、で、結局、打開策がなくて、まあ、リーダーシップを発揮するというのも、自分がですね、もうドン・キホーテのように自分が出ると、まあ、根回しも何にもせずに言って、まあ、結局はまあ予算は通過したんですけれども、一方でね、やっぱり根回し全くしないから、それまで調整してきた人とかの顔を潰しちゃったわけですね。やっぱそういうのあるんですね。あるんですよ。やっぱりそういったところでね、またこの岸田派の解散もそうでしたけど、誰にも相談しないでやっぱり岸田さんってやっちゃうもんですから、党内情勢っていうのはね、もうどんどんガタガタにはなっていってるんですね。はい。とはいえね、政倫審やずっとやってましたけど、何か出てきたかっていうと、何が出てきたわけでもないですよね。そうですね、やはりみんな防衛ラインを決めてですね、全く一切関与してないという、口を揃えて、あと、まあ、一番焦点だった安倍さんがこの裏金の還付をやめると決めたのに、なぜ復活したのかっていうところ、ここには絶対に政治家の判断が絡んでますから、まあ、それはやっぱり違法性を認識しながら続けたってことで、罪にも問えるってことで、東京地検もここは焦点当てたんですけれども、そこも何が決まった、なぜ決まったのか、もやもやしたままよくわからないと。ただね、まあ、やっぱりやって全く意味がなかったってことは私はないと思っていて、やっぱこういうところで公開でやれば、いかにこの言い逃れしようとしているのか、いかにまあそれぞれの言ってることも少しずつ違ったりですね、こういったことは明らかになってきているので、やはりこれをここで終わらせないってことが何よりも大事かなというふうには思います。で、これいよいよ参議院の方の政治倫理審査会が14日にもということなんですが、はい、これ例えばメンバーとか含めてだし、まあ、ポイントというところは青山さんどんなふうに見てらっしゃいます？まあ、32人が審査対象なんですが、これ自民党は32人全員を出そうとは全くしてないわけですね。まあ、やはりその何を言い出すかわからない人は出したくないわけです、自民党としては。怖いですよね、確かに。そうなんです、やっぱりみんなの防衛ラインを守る人だけ出したいわけですから、まあ、今間違いなく出るのはもう世耕さん、まあ、やっぱり安倍派の幹部だったんで出るんですけれども、多分その防衛ラインを守ってくるでしょうと。ただ世耕さんもその安倍さんが辞めるって言った会議で、辞めるのを辞めることになった会議にも出てる人なので、まあ、今までのその意見の違いというか考えが全くこう食い違ってるところを、世耕さんが何て言うのかっていうのは一つの焦点だと思います。
はい、そうですね、32人いて、はい、あの多分同じようなことが続くんだろうけど、一人か二人ぐらいポロポロってなんか言っちゃうじゃないかっていうこと。そうそう、いや俺こんなこと聞いてたよとか、実は この人に止められたとか、うんうんうん、私はあのこの人に言うなって言われたとか、はい、もう絶対完封もう一回再開してやるって言われたとか、うん、そういう人が出てくるとこれ自民党はもう大騒ぎになっちゃうんで、なるほど、まあ、結局ね、たくさん出したくない、まあ、衆議院でもそうだったんですけれども、まあ、そういったことにもなると思いますね。これでこんな中でね、まあ、内閣支持率は下がってる中で、先ほどニュースでもありましたけれども、今度は自民党の若手ダンサーが、まあ、11月ですけれども、うん、まあ、そのセクシーな人たちを呼んでというのはありましたけれども、これはセクシーな人たちをこれどうなったんですか、これは、ね、この、ね、女性ダンサーを招いてっていうのは。まあ、頭がおかしいのかと思いますよね。というか、まあ、いやいや、あのほら昔ね、その、はい、その懇親会でなんか、まあ、女性を呼んでとか言って あったじゃないですか、だいぶ昔に。ありました、ありました。でもう本当なんかこうのノリでみたいなのあったけど、はい、今ではね、こんなことやってるのかと。そう思います。これね、いつの時代よっていう、ね、本当に時期がどうとかっていうのは、まあ、もうが問題ではないんですけど、うん、11月頃って言ったら、このもう何ですか、裏金疑惑みたいなのも出てましたっけ。そうですね、あのもう徐々に出始めていたし、あのもう自民党の支持率はもうだいぶ下がってきてて、下がってましたよね、もう危機感が募っていた頃ですよね。で、まあ、裏金問題が噴出する直前ぐらいだけど、もうあのポロポロ報道も出てた感じですね。その時にね、はい、まあ、やりましょうと、まあ、懇親会やってね、はい、まあこれちょっと今の時期やめたけましょうか、はそのまあダンサーの方を呼ぶのはね、とは誰か言わんかったんですかと思うんですけども、一人でも言えばね、うん、変わってたかもしれない。そうですね、うんうん、まあ、私もまあ少しこの青年局の人たちに聞いたんですけれども、うん、やはりこれ和歌山 その県議さんたちにこう任せてたところがあっ て, あって、うん、まああのまあある程度は多分聞いてたんだろうけれども、まあまあ、とにかくまあそうですか、お願いしますみたいな感じだったと。ただもうそれ自体が非常に危機感が低いんですよ、うん、やっぱり今ね、こういうどんなか、うん、あの例えば宴会をやるのかとか、うん、誰を呼んでどういう形でどういうお金の払い方するのかっていうのはやっぱりちゃんとチェックしないと、うん、後からこういうことになった時に責任を取れなくなってしまうじゃないですか。そうですよね、これね、民間企業だったら当たり前ですよ、これ、うん、あのトップがちゃんと精査するっていうのは。そうですよね、このあたりのなーなーの感じ、あと特にまあ国会議員はある程度危機感を持ってたにしても、うん、やっぱり私はね、地方議会っていうのはまだまだそのマスコミの監視も緩いし、うん、この昔のノリがですね、うん、こうやって残ってるんだなっていうのが今回明らかになった事例だとも思いますね。ということは結構あれですか、その元気の人たちから青年局からすると、あれ出ちゃいましたっていう感じなんでしょうかね、やっぱり。そうですね、まあ、まあ、まさかうちわの会でっていう、まあ、それが甘いっていうことなんですよ、うん、今ね、誰もが携帯電話持ってて映像を撮れて音声も撮れる時代なんですから、うん、発信もできちゃうんですもんね。全くその通りです、うん、だからそういう会がね、もうオフレコでとか内々で終わるなんてことはもうないと思った方がいい、うん、だって総理大臣の秘書官が公邸で宴会した写真が出ちゃうぐらいなんですよ今。本当そうですよね。いや、で翔太郎くんのね、うん、アイス食ってたとか、はい、そういう時代だってことを認識してないこと自体が、うん、もはや時代遅れと言わざるを得ないですね。さあ、では続いてこちらのお話はどうでしょうか。茂木幹事長、10年で億単位を資金移動、更迭論もささやかれているそうでございます。自民党の茂木敏充幹事長の資金管理団体が、首都公開基準の緩い政治団体茂木敏充後援会総連合会に毎年多額の資金を寄付していて、支出の具体的な内容が分からなくなっている問題。寄付による資金移動が2009年から22年の14年間で4億4590万円に上ることが6日政治資金収支報告書の分析で分かりました。この資金が移った団体、国会議員の政治関係関係政治団体よりもお金の使い道などの公開ルールが甘く、使途の大半がわからない形になっていたということなんですが、さあ青山さん、このニュースはどんなふうにご覧になってますか。あれ、これ茂木幹事長のね、このやり方っていうのは、まあ、法律違反ではないんですね、うんうん、ただやはり国会議員の関係政治団体っていうのは、あの使途をかなり細かく明らかにしなきゃいけないんだけれども、うん、それを他の団体に移した途端に全然ほぼ明らかにしなくていいような状況になっちゃうわけですよ。そうですね、はい、まあ、つまりその国会議員の政治団体には明らかにしろという決めている法律の、まあ、抜け穴なんですね。やっぱりだからそういうことですよね、うん、こっちだったら
別に何が悪いのなんですよね、別に公開しなくてもいいわけなんですよね、うんうん、そうです。だから法律違反ではないんだけど、まあ、脱法的な行為であることは間違いないわけです。それをやはり自民党のナンバー2である幹事長がね、うん、こんな14年とはいえ4億5000万近くもやってたということは、やはり道義上は非常に問題があるということは言えると思います、うん。で特に先週の木曜日に週刊新潮文春含めてですね、結構この岸田総理 VS 茂木幹事長というのがかなり上がってきまして、はい、もう相当お二人の関係が悪いというのが出てましたけども、これどうなんですか。相当悪いなんてもんじゃないですね、これは。そうなんですか。もう本当に反目し合ってると。まあ、岸田さんは、もう茂木さんは自分を引きずり下ろそうとしてると思ってますし、はい、茂木さんはもう周辺に対してもう総理は信用できないって、まあ、話すほどになってるんですね。で特にね、さっきちょっとお話したその予算が衆議院を通過させる日程なんかについてもですね、うんうん、茂木さんは裏で立憲民主党の岡田幹事長と話をして、はい、もう遅らせてもいいっていうので握ってきちゃったりしてるわけですよ。ほうほうほう。総理大臣は自分で政倫審に出てなんとか年度内成立で遅らせないようにっていうふうにやってるのに、はい、茂木さんもうこれ無理しないで遅らせていいやっていうふうに握ってきた。年度内じゃなくてもいいやと、はあ、年度内じゃなくてもいい、うん、つまりそういうようなことをやっててもうみんなびっくりしてるわけですよ。これ総理にはそれいいんですかみたいな、うん、でやっぱ総理とも岸田茂木さんの関係っていうのは全くこう通じ合ってなくてですね、うん、まあ、総理はもう茂木さんは自分の足を引っ張ってると、自分を退陣させたいんだと思ってますし、もうなるほどな、っていう状況なんですね。もうそうなっちゃうと多分一度そういうのってもう疑心暗鬼になっちゃうと、うん、なっちゃいますね。もう、はい、我々含めてもそうですけども戻んないっすよね、うん、一旦こういう信頼関係みたいに崩れちゃうともう戻らないと思います。でしかもですね、これから実はですね、次のステージとして岸田さんがやらなきゃいけないのは、うん、自民党、まあ、安倍派の幹部とかの政治責任を取る処分なんですね。そうそうそう、はい、でこの処分は党の党紀委員会ってところで決めますんで、うん、やはり茂木幹事長が主導しなきゃいけないんですよ。でこれはやっぱり、はい、自民党がけじめをつける意味でも非常に大事なんですけれども、これを茂木幹事長に任せられるのかっていう問題が今官邸内でもものすごい浮上していて、はあ、つまり岸田総理がやりたいことと全然違うことをやられちゃうんじゃないかって可能性だって出てきてるわけですね。そんな中でやはりここはもう国会開会中という全然そのよくわからない時期ではあるんだけれども、幹事長を更迭しなきゃいけないんじゃないかっていう話になってきてるわけなんです。でも時期として見れば非常に不自然だし、はい、これ、はい、理由とかっていうのをどういうふうに言うのかっていうのは難しいですよね。そうなんです。非常にその理由が難しいんですが、そこで先ほど、うん、まさに上泉さんが紹介していただいたこの政治資金の問題、うん、これはやはり党の議員を処分する人としてふさわしい行動じゃないんじゃないかっていう話も出てきてるわけですね。なんかだからこれは、はい、この問題がこうやって浮上してきたのも実は茂木更迭と関係があるんじゃないかという見方さえ出てるわけ。でもそうやってというもう暗闘状態になってるんですよ今。でもそうやって見るとですよ、うん、今青山さんのお話を聞くと、はい、なんかいろんなものがこう一本の線に見えてきますよね。つながる気がするね。そうなんですよ、うん、その通りなんです、うん、でも確かに今回党の処分ねどうするんだって言った時に金額の大小、うん、まあね、大しくないなのか、はい、でもそうなってくると西村さんとかはそんなに大した金額じゃないんだけど、派閥の幹部だしみたいな、パズルかいう話なんですけど、はい、でもなんか釈然としないところってのは多分どんな形になってもあるでしょうね。そうなんです、うん、それにね派閥の例えば、事務局長が立件されたということで、うん、じゃあ会長である二階さんって話になると、うん、岸田さんだって処分の対象になるわけですよ。これじゃあ党内の処分ってこれすっごいバランスとあれが問われますね。そうですよ。でそれでじゃあ茂木幹事長が仕切った時に、うん、岸田さんあなたもじゃあ役職停止になりますねっていうことになったら、うん、役職停止すなわち総裁から降りろってことですから。あ、そうですよね。役職停止っていうのはそんなに重い処分じゃないんだけれども、うん、役職停止は総裁から降りろってことなんで岸田さんが退陣ってことになっちゃうでしょ、うん、このね処分っていうのは非常に難しいんですよ。でとなってくるとですよ、仮にその幹事長更迭となると次誰みたいな話になるんですか、はい、これがね、これもちょっとさっきの話と伏線があるんですが、一番今やはり 的確っていうか全く落ち着いてできるのは森山総務会長なんですよ。
で森山さんは、うんうん、あのもちろんその信頼して今までもだから茂木さんが動かない中で例えばそういう裏金議員の聴取であるとか今回の政倫審の調整とかを任せてたんですね、はい、岸田さんが、はいはい、ただ森山さんの顔を政倫審に自分がいきなり出るってことで潰しちゃったのが岸田さんなんですよ。あらまあ、で森山さんはねさすがに、まあ、周囲に不満は漏らしてたけど、まあ、茂木さんみたいに完全に背中を向けるみたいなことにはなってないんですが、うんうんうん、森山さんが本当にいいのかどうかっていう問題が若干浮上してきてる。しかもまあ森山さんはね、まあ、いわゆる国民的人気があるような政治家じゃないので、はい、やっぱりこれから解散を打とうとしてる岸田さんはじゃあ誰にするかって話になると浮上してきてるのが、うん、国民的人気が今一番高いといえば、うん、石破元幹事長。あ、石破さんを今幹事長に茂木さん変えて告げたら、うん、支持率もちょっと上がるんじゃないかっていうような期待感もあるわけなんですね。これ変な言い方ですか、石破さんは美味しいんですか ね、どうなんでしょうね。やっぱりね、総裁を狙うんだったら、次のポスト岸田を狙うんだったら、うん、今幹事長にならない方がいいと思うんですよね。ただね、石破さんって人はね、頼まれるとね、うん、あんまり嫌とは言わないんですね。特に岸田さんとの関係を考えると。で石破さん自身もね、ちょっとこれはね、迷うところはやっぱあるんじゃないかと思うんです。だから受ける可能性もあると思います。はー、ただね、石破さんにするっていうのは、うん、石破さんを絶対に許してない人が自民党内にいるんです。特に麻生さんなんですね。やっぱダメなんですか。全くダメなんです。自分が総理大臣の時に、うん、このままだと政権交代しちゃうから総理大臣辞めてくれって言いに行ったのが当時の石破農水大臣だったんですよ。あ、もう絶対許さないんです。だから麻生さんを切って石破さんにするぐらいの覚悟がないと岸田さんできないので、本当にやりきるかなっていうのが焦点ですね。難しいですね。なん人間模様だね。もう人間模様、露骨に人間が出てますよね。で同じ党内なのに結局それだけ反面の人たち、うん、まあさ会社もそうなのかもしれないですけど、でももうちょっとね、社会人の方が隠すと思う感情をそんなことないですか。そうですね、そうですよ、ね、うん、まあ、政治はね、こうむき出しの権力闘争なんですよね。まして、向川さんのおっしゃる通りです、もう政権が厳しくなってくると、うんうん、そのむき出し感がより出るわけですよね、うん、次の自分のね、立場をめぐってということになりますもんね。岸田さんはね、とにかく今支持率を少しでも上げないと自分の続投はありえないわけですよ。もう党内のなんか融和とか言ってるよりもまず支持率を上げて、そう解散を打てる状況を作る、うん、ということであると、まあ、それは派閥の解消も麻生さんとの亀裂を深めたし、うん、まあ、そういう政倫審出席とか、うん、じゃあ第3弾として幹事長交代、これももう亀裂は深めても支持率を上げるためにみたいなこともあり得る状況になってきているということですね。ではそのお話でございます。こちらでございます、はい、さあ衆議院の解散は一体いつになるんでしょうか、はい、4月解散は否定しておりますが、この秋の可能性出てきてるんでしょうか。さあ岸田総理、4月に行われる衆議院の補欠選挙に合わせて解散総選挙を行う可能性について問われ、全く考えていない、国民にとって大切な予算の成立を図ること、これに尽きると述べました。まあ、一方で、公明党の石井幹事長は10日 BS テレビ東京の番組で、衆議院の解散総選挙の時期について秋が一番可能性高いのではないかと述べました。また9月の自民党総裁選にも触れまして、そこで選ばれた総裁は非常に支持率が高くなると指摘して、総裁選直後の解散の可能性を示したということなんですが、さあ青山さん、このあたり含めて青山さんの見立ていかがでしょうか。はい、この石井幹事長のですね、まあ、言ってることというのは一番穏健なところを言ってるんですね、うん、ただ私はね、9月というのは、うん、可能性はあるけれども、そんなに高いシナリオじゃないと思ってるんですよ。やっぱり一番シナリオが高いのは6月ですね。6月、やはり4月の補欠選挙に合わせてとなると、うん、まずあまりに期間がないし、4月の上旬にやっぱアメリカに行くじゃないですか、岸田さんが、ね、はい、欧米がある、やっぱその成果をやっぱりちゃんと持ってきたいっていうのはあります、うん、選挙期間中になっちゃうのでやっぱりそうバタバタしちゃいますし、うん、なんといっても岸田さんが今何に力を入れてるかというと、うん、賃上げと減税なんですね、はい、で減税は6月から所得税減税が、はいはい、なるほど、で賃上げはまあこの3月の春闘とかで決まりますけど、うん、はい、実際にですねそれが数値で出てくるのはやっぱり6月頃なんですよ。うわ、6月ってやっぱりね、岸田さんは6月に焦点を合わせてる。それで6月になれば今の政治と金の問題に関して政治資金規正法改正案も通そうとしてますから、例えばその連座制とかを入れたですね、法改正、そうなるとやっぱ6月に焦点が今合わさってるので、6月の通常国会会期末あたりに岸田さんは
支持率を少しその賃上げとか減税で上げて打てるかどうか、うん、そこにやっぱ勝負をかけてるんで、さっき言ったようないろんなこともやってきてるわけですね。それはね、これだけね、支持率がメインシナリオだと思います。なるほど。あのこれだけね、支持率がね、はい、低くて連日もう 20% が下手したら数%になってるのに、うん、やっぱ変わる人がいないっていうのがこれすごい状況ですよね。そうですね、まあ、この段階でね、やっぱり変わったら自分が新しい人がまた政治資金規正法改正とかやんなきゃいけないから、今はやっぱり変われないんですね。はあ。ただやっぱり通常国会の会期末ぐらいになってくると、もうそろそろ岸田さんを変えてという方も動きが出てくるわけです、うんうんうん、だから岸田さんが解散を打てるのか、うん、それとも岸田さんが引きずり下ろされるのかの、うん、まさに瀬戸際に立つのが6月末でもあるわけですね。これあの4月のね、そのアメリカの議会でも演説するとかってお話ありますけれども、はい、例えば青山さん、そういうのって、まあ、終わってみないと分かんないんですけど、やっぱり支持率上昇みたいなことにはつながるんですか？私はね、やはりあの去年の広島サミットほどの、ね、影響はないとは思うんです、うん、ただ、うん、マイナスなことはないですよね。まあまあそうでしょうね。やっぱこれをやったから下がるってことは上泉さんやっぱ考えにくいので、うん、まあ、そういうことを積み重ねていって、岸田さんはやっぱり頑張ってるじゃないかっていうですね、評価を少しずつ積み上げていきたいと思ってるんですね、うん、これ多分6月にね、仮に解散してもね、はい、これ例えばそれこそ野党の方がじゃあ取って変わるほど、はい、何か大きな今シンパシーがあるかっていうと、それをまた青山さん言われるようにないわけですよね。おっしゃる通りなんです、うんうん、今日ね、日経新聞にね、はい、一見多弱という言葉が出たんです。出てましたね、はい、出てました。一強多弱じゃなくて一嫌う多弱、うん、自民党は嫌いだけど野党は弱い、うん、これうまい言葉だなと思っていて、うまいですねこれ確かにね。でこの状況だったら、うん、岸田さんが今解散したってさすがに政権交代はないだろうっていう考えもあるんですよ、うんうん、だからやはり岸田さんはね、強気にこう打ってこようとしている。ただ、うん、やっぱりそれでも落選しちゃう議員っていうのは、まあ30人でも40人でも出てくると思うので、そうですね、うん、その人たちはね、絶対打ってほしくないんで、絶対羽交い締めにすると言ってるんですよ、勉強しようと。これだから、この攻防が始まってるんです、すでに。いくらね、まあおっしゃる通り、数減らしても、まあ、あの、はい、ギリギリにもならずに、普通に、まあ与野党、あの、公明党含めて連立で勝てれば、これはもう、国民に認め、られたってことになるわけですね、選挙で勝っちゃう。そうですね、過半数を取ったと、過半数を与党で過半数を取ったということになるわけです。というと、どういくら数が減ろうが、うん、勝ちは勝ちなんですよね。勝ちは勝ちということは言えるということなんですね。はあ、もう数字は関係ない、関係ないというか、まあ、やっぱりそれは少ない方がいいんですけれども、うん、とにかく与党で過半数取れれば勝ったというふうに言えると、はあ、ただそれだとやっぱり40人、うん、50人なりの自民党議員が落ちてもってことになるので、うん、これは絶対、それは新総裁になればね、あの石井さんも言ってるように支持率上がるかもしれないんだから、もう新総裁にしろっていうのと、うん、いや俺が打つんだっていう岸田さんの戦いになる、はあ、それには支持率を上げること、あと4月の補欠選挙で少なくとも1勝できれば2勝することということになってるわけなんですね。でもこれどうやら長崎は見送りみたいなことを言ってましたよね。長崎は見送りの方向です、うん、はい、で今やはりあの島根も結構厳しいっていうふうに言われてるんですね。保守王国ですよ、やはり、うん、そう、竹下さんの、ね、作った保守王国だけれども、それでもちょっと厳しいと、相手が強い立憲の候補者が亀井さんって強い人なんですね、はい、東京はで東京がで結構勝てるんじゃないかっていう話が出てきてるんです。これも候補者次第なんですけれども、うん、やはり小池知事と今がっちり組んでますから、東京は、はあ、小池自民公明のこの三つどもえで組めば勝てる。でそこに小池さん本人が出てきたら、その瞬間当確じゃないかみたいなことがあるんですよ。さすがにそこはどうなのか、まあ、今これからの勝負なんですね。ここもなんかあんまりこのね、数とかそういう理屈だけじゃないんですけど、はい、なんかそうやってみると、はい、結局はそこに収まってくんだなみたいなお話を聞くところもありますが、なるほど。さあそれこそ野党はね、何をやっとるんだというところで言うと、今せめては何ですか？あのこの政治と金の問題はね、もう圧倒的な攻め手なんですよ。そうですよね。まだ何といっても真相究明全然進んでないし、まあ、下村さんっていうね、うん、まあ、この人またさっきちょっと言った、なんか言っちゃいそうな人で自民党は出したくないんだけど、本人は出るって言ってるから、って言うと、やっぱそこは出てきてほしいんですけど、それもまあ野党がじゃあ鈴つけて出してくるわけにもいかないし、うんうん、ということで、まあ、なかなかこう攻め手を書いてる中で、
やっぱり立憲民主党と維新の会の仲の悪さっていうのは未だに全然変わってないんですよね。最後の政策は最後根本合わないところがありますから違いますからね。そうですね、根本も合わないし、やっぱりこう本当にライバルなんですね。だから、うん、例えばその小野寺予算委員長の解任決議案とかその予算審議の最終盤で衆議院で出てきましたけれども、はい、うん、維新はそれ反対しちゃうんですよね、うんうんうん、やっぱりそういうところでこうやっぱりこう仲の悪さっていうのは相変わらずっていう感じで、この仮に自公が過半数割れしたとしても維新は野党と連立を組むというよりはどっちかというと自公の補完勢力として連立が続くんじゃないかという可能性の方が私やっぱ高いと思うんです。なるほど、 そこまでありますか。はあ、そうですね、うんうん、まあ、あの連立なのか閣外協力なのかとか、まあ、その辺のね、いろんなあのパターンはわからないけれども、はいはい、どっちかというと維新はやっぱ自公と組んで自分の政策を実現させていくっていう方にやっぱり軸足が乗ってるという状況だと思います、うん、はあ、ということはこれ6月の蓋開けてみたときに、さあまたそのあたり数を含めてどんな風になっていくか、はい、またその結果次第でわかんないわけですね。そのあの、そうですね、やはりこの数によっても全然違ってくると思うし、うん、あと世論ですね、世論がもうどうしても自公はもう政権から一回下ろして政権交代しろっていう世論がどこまで強いかどうか、うん、これが維新の行動にも影響を与えると思います。わかりました。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。時刻7時になりました。続いてこちらでございます。子育て支援金、本当に負担ゼロなんでしょうか。説明不足が目立ち理解が広がらずでございます。さあ、岸田総理が打ち出した異次元の少子化対策、児童手当の拡充を含めまして年間最大3兆6000億円が必要となりましたが、その財源の一つとなるのが新たに作る支援金制度です。この支援金制度、企業や個人が支払う公的医療保険に上乗せして徴収する仕組みで、実質負担ゼロと強調していますが全容明らかになっていませんというところなんですが、はい、さあ青山さん、本当に確かにこれなんか複雑でというか、うん、どこまでが負担ゼロなんだっていうのはよくわからないですよね、はい、そうなんです、うん、これあの例えば所得税の減税とかですね、はい、まあ、そういう医療保険制度の改革とかもするので、うん、結局その上乗せはするけど負担はゼロというですね、はいはい、これよくわからないやり方なんですね、はい、だって減税とね、うん、医療保険の上乗せって全く違うじゃないですか。そうですね、逆ですもんね。やっぱ負担はお願いします、はい、ただ一方で、まあ、景気も良くするし、うん、あの減税もやりますっていう話なんであって、う、ね、これをごちゃごちゃにしてゼロとかいう、まあ、一種の奇弁を弄してるあたりが本当に国民からこう鼻じらまれるですね、要因だと思いますね、うんうん、まあ、実際その少子化対策っていうのは、まあ、もちろんこれ将来的なことを見て喫緊の課題であることはこれ間違いないわけ、それはもちろんです、はい、間違いないわけで、はい、でその理解をどんなふうに、まあ、我々に対して、ね、させてくれるのかなんですけど、はい、うん、そうですね、うん、やはりですね、本当に必要ならば必要だからもう国民が負担しなきゃいけないんだってやっぱり堂々と言うべきなんですね、うんうんうん、それとやはりね、この子育て支援と少子化対策ってじゃあ一緒なのかっていう問題がやっぱりまだ整理されてないと思うんですよ、はい、そうですね、やっぱり今はね、少子化がまず問題であれば、やっぱ少子化の問題って例えば結婚する人が少ないとか、はい、結婚しても子供を作れないっていうところに大きな問題がある、はい、ただ子育て支援って言っちゃうとね、うん、まあ、私もそうですけども、子供がもう2人いて、うん、その人たちにも支援するとそれはありがたいんですけど、うん、いくらそうしてもらったってじゃあもう1人作るかっていうとちょっとまた別じゃないですか。そうですね、はい、でもそこがねごちゃごちゃになって、とにかく上乗せですと、しかもこの保険料に上乗せするって言ったらやっぱり働いてる人に負担が大きいんですよ。そうですよね、結局なんかこう子供が作れないっていう、こうちょっとこう賃金低い、ね、若者にも負担がいくという意味では、うん、一体どういう政策なのかっていうところがやっぱり整理がうまくできてないと言えると思いますね、うん、やっぱり岸田さんの頭の中ではやっぱりどっかで常に増税というカードは切りたいというところがあるんでしょうかね。いや、増税って言いたくないから今回みたいなこの医療保険に上乗せっていうことに今なってるわけですよ。あの岸田さんはね、増税を切りたいわけじゃないんです。うーん、ただやっぱりいろんな政策をやりたい、そうするとどうしても増税が必要だねっていうところにこう落ちていくんですけれども、はい、増税って言いたくないもんだから、まあ、医療保険ってまあ一種の税金みたいなものなんですけど上乗せする、で医療保険なもんだからいずれ上がっていくかもしれないみたいな話にはなってしまってですね、はあはあ、加藤大臣がいや、まあ、それは将来的には上がるかもしれませんみたいなことを言っちゃって、うん、
もう要は隠れ増税みたいになってるところが一番の問題なんですよ。そうなんですよね。かといってあの増税しますと言われたらそれはそれでうーんって思いますけどもね、はい、ただね私はその方がよっぽど潔いと思うんですよ。なるほど、やっぱりそれは少子化が必要だってことであればなんですよ、うんうんうん、少子化対策が、うん、やっぱり、うんしっかりと必要だから助けてくださいみんなでっていう風にね、でそれが言えないならやらなきゃいいんですよ、うん、この政策は。でね、それぐらいの覚悟でやれってことです。あの今ねそれこそ確定申告の時期でね、はい、もう窓口がえらいことになってるって言うじゃないですか、はい、そうですね、あの職員の方々がなんであいつらから取らないんだ、はい、俺のこの書類の細かいところって言われてですけど、あのあたりとかっていうのも結局どうするんですか。あの人たちは追徴されるとか修正しないんですかね。もう今もうね全く修正しないっていうか、その要は政治資金として使ったから無税だってところを貫き通す考えなんですね。でこれがまたね自民党の今のダメなところで、昔だったらねそれでもいや私はあの納税しますとかいう議員が出てきたり、うん、まあ、自民党離党しますって人が出てきたりしたんですけども、うん、今は政権交代の可能性がないから自民党内でとにかく仲良くしよう仲良くしようってことばっかりなんですよ。だから抜け駆けをねさせないっていう方向に行ってるわけです。つまり俺は納税したっていいよって人がいても、お前すんなと、お前がやったら周りもしなきゃいけなくなるだろう、そういう状況になってて、もう自民党もね本当にね状況がこう悪いというか腐ってるんですね。そういう意味では党内の緊張感がなくなっちゃってるんですよね。そのないんです。なるほど。でみんなこの防衛ラインを守って答弁しましょう、うん、はい納税するのはやめましょう、責任はみんな取らないようにしましょうみたいな方向にね、うん、向かっているんですね。でもすごいなと思うのが今回のその負担のねお話にしても、まあ結局これでも国は粛々と毎日進んでもちろんねね、大きな暴動が起こるわけでもなく、はいはい、粛々と進んでいってるっていうのが、まあ果たしてこの状況がどこまで続くのかですけどもね。本当ね、アメリカだって大統領がトランプさんになるかもしれないっていうこの国際情勢の中で、日本の政治がこんなんで立ち行くのかというね、もう瀬戸際に来てると言えると思いますよ。まあもちろんそのなんていうんですか、一方でその野党に対してどこまでの信頼感あるかっていうのはあるんですけども、なんか、はい、あのなんでしょうね、今やったら実はとんでもない結果が選挙出るんじゃないかというと、そんな感じもだからといってないんでしょうねきっとね。そうですね、やっぱり野党もね、うん、とにかくこれはやっぱり民主主義の危機なんで、うん、何か あの国民にちゃんと選択肢を示す責任があると思うし、それができなきゃ本当国民に対する裏切り行為なんですよね。そうだな、それこれはね、うん、今の立憲の泉代表も、うん、あとまあ日本維新の会の馬場代表も真剣に考えてね、うんうん、やはり国民に新しい多弱で甘んじるんじゃなくて、 それも本当にあの野党の責任も重いと言えると思います。いやもう今日なんかもやもやするかなと思ったけど、今の最後の青山さんの話聞いてちょっとすっきりしました。よかった、はい、かありがとうございました。またまた引き続き次回もお願いします。ありがとうございました。では時刻7時6分回っています。この時間のニュースまとめてお伝えいたします。 MBS ニュースです。メガネの愛玩がお送りします。取れたてピックアップニュース、こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちらの話題です。はい、東日本大震災の発生から昨日で13年となり、各地で追悼式が行われました。はい、死者行方不明者が2万人を超えた未曽有の災害から13年、今も全国でおよそ2万9000人が避難生活を送っています。はい、午後2時46分の地震発生時刻に合わせ、各地の追悼行事で住民らが黙祷しました。今コメントあったように、今各地でも全国で3万人近い方がね、はい、今なお避難生活を送ってらっしゃる、ね、まあ、もちろんなかなか今地元に帰れないとか、はい、いろんな状況もありますけれども、はい、こう思うとやっぱり13年経っても復興まだまだ道半ばっていう感じいたしますね。そう思いますよね。はい、うん、続いてはこちらの話題です。厚生労働省所管の独立行政法人労働政策研究研修機構は11日、経済がゼロ成長で推移し、女性などの労働参加が進まない場合、2040年の就業者数は22年比で956万人の減少の5768万人になるとの推計を発表しました。少子高齢化が進む中で働く人の数も大きく落ち込む可能性を指摘しました。あのもちろんこれ働く人の数が減るということは税収も減ってくるということ、ね、いろんなことになってきますので、はい、まあ、もちろんそれに代わって AI がということもあるんですけれどもね、まあ、こうやって思うとやっぱり改めて働く人の数を増やすには少子高齢化、はい、そして女性の皆さんがいかに働きやすい環境を作るのかって、ね、うんうん、改めて課題だなと感じますね。なってきます。うん、
では続いてはこちらです。瀬戸内海に春を告げるイカナゴ漁が11日播磨灘で解禁されましたが、近年は不漁が続いていて、兵庫県は来年に向けた資源を残すためわずか1日で今シーズンの漁を終了すると発表。漁期が1日で終わるのは記録が残る1970年以降初めてのことです。向川さんも先日ね、このニュース取り上げてお伝えいたしましたけれども、なんか今見たら初競りで去年のおよそ2倍、1カゴ25キロがおよそ17万円、初値としては最高値を更新と。まあそう少年ですけど、ね、もう本当にイカナゴの国には高級食材になりました。もう本当にですよ、ね、だって売ってないんですもん、ね、私が来たばっかりの時キロ単位で2キロとか3キロって言ってみんな買って帰ったのに。いや本当にもう、でもこうやって見ると本当この文化自体がなくなっちゃう恐れがありますからね。いや本当そうですよね、はい、うん、続いてはこちら行きましょう。自民党の近畿地方の若手議員らが去年11月に開催した和歌山市での懇親会で不適切な行為があった問題で、この会を主催した自民党和歌山県連の青年局長川端県議は11日離党届を提出しました、はい、去年11月の懇親会では露出の多い複数の女性ダンサーが会場に招かれ、参加者が口移しでチップを渡すなど不適切な行為があったとされています。これまた青山さんに後ほど聞きますけどね、はい、もう誰かねこれあかんのちゃいますね、誰か言えへんかったんかっていう一人ぐらいねいてもいいと思うんですけどね。例えば企業のパーティーでもね、はい、こんなことすりゃねもうどえらいことになりま、はい、まあね、なるよというところでもありますから、はいはい、はい、では続いてこちら参りましょう。インターネット通販大手アマゾンが2025年3月にもふるさと納税の仲介事業に参入する方向で準備を進めていることが11日自治体関係者への取材で分かりました、うん、仲介手数料を一定期間引き下げるプランを用意して自治体に参加を呼びかけていて、サービスや手数料をめぐって他のサイトとの競争が激化しそうです。もうこのふるさと納税の仲介業者の皆さんにとっては黒船襲来と言われるぐらいだそうで、そうでしょうね、今あるようにこう一定の手数料を支払いすると、はい、いわゆる割引率が高くなるということで、うん、自治体の方にとっては4000万円以上その納税があると お得になっているということだそうなので、はい、さあこう言ってくるとこうなんかそういうところは得意なところと そうですね、そうでないところの差がまた出てくるということなんですが、まあ、我々ユーザーから納税者からすると、うんうん、まあ、ちょっとでももちろん ね、お得なところに納税したいというふうに思いますから、はい、さあどうなっていくんでしょうね、はいはい、最後はスポーツの話題です。アメリカ大リーグ機構は11日、ドジャースとパドレスが韓国ソウルで対戦する公式戦の開幕カード2試合で、20日の開幕戦にパドレスのダルビッシュ有投手が、21日の2戦目にドジャースの山本由伸投手が先発すると発表しました。まあ、本当に日本からツアーでね、はい、100万単位のお金で行かれる方いらっしゃると思いますが、これ2日行く方にするとすごい、ダルビッシュも山本由伸も見られる、両方見られる、どっちかだとしてもどっちかでは必ず見られるわけですから、うん、ですよね。まあ、これ本当もう来週あと10日ぐらいか、そうです、楽しみですよこれ、ね、どうなるのかね。上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。